ちくしょう。高値で売れると期待したのに、とんだハズレをつかまされちまった。さっきの旦那、なんか用ですかい？おい店主、あの子を売ってもらえるか？あら、ハーフエルフで確かに珍しいですし、まだ主人についたこともない子ですが、呪い持ちで触れるものを燃やしてしまうじゃないか。私を買ってくださりありがとうございます。君には俺のパーティーに入ってもらい、一緒に戦ってもらいたい。でも私、呪いが生まれてすぐ売られたと聞いています。両親の顔すら知りません。なぜ呪われているのかも、私もうこれ以上誰も傷つけたくないんです。俺を信じて。俺には分からない。でもこれからは同じような悲しみを味わわせたりしない。でも私は、私の手は、もう大丈夫だ。君はもう誰も呪いの炎で傷つけない。